アイテム番号 SCP-594JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-594JP は、SCP-594JP の存在する廃墟の周囲をフェンスで取り囲んだ上で、カバーストーリー、老朽化による倒壊の危険を適用し、敷地内を警備員による巡回によって監視してください。警備員が SCP-594JP に立ち入ることは禁止されています。敷地内に侵入者が現れた場合、SCP-594JP に立ち入る前に拘束し、A クラス記憶処理を行った上で解放してください。侵入者が SCP-594JP に立ち入った場合、追跡はせずに侵入者が SCP-594JP より退出する際に拘束し、尋問を行った上で拘留してください。実験派レベル3以上の職員2名の許可を得た上で、D クラス職員を用いて行ってください。説明 SCP-594JP は、鳥取県、市、山中の旧、屋敷の廃墟に存在する部屋です。旧、屋敷の建設にあたった業者に接触し廃墟の設計図を確認したところ、建造当初は SCP-594JP にあたる部屋は存在しておらず、後の改築によって追加されたものと推測されます。SCP-594JP は、普段は非活性状態にあり、外部からの観測によって異常性を認めることは不可能です。SCP-594JP は人間が内部へと侵入し、退出することによって活性状態へと移行します。この際 SCP-594JP は、退出した人間に対して、SCP-594JP 内部において監禁事件の現場に遭遇した、という記憶を植え付けますが、映像機器による観測により SCP-594JP 内部において侵入時にそのような出来事が発生した事実はないことが確認されています。SCP-594JP より退出した人物括弧以下、被験者と表記括弧閉じは、その3日後に、SCP-594JP 内部で男に大切なものを奪われた、と強く認識するようになり、大切なもの、に指定された物品を知覚できなくなります。その後被験者は SCP-594JP 内部で起こった出来事の記憶を理由に、同行者を求めるようになります。この同行者は、SCP-594JP に侵入していないことが条件とされます。同行者を得た被験者は再び同行者と共に SCP-594JP への侵入を試みます。もし被験者が SCP-594JP への侵入に成功した場合、消失します。同行者はそのことに違和感を覚えることはなく、退出の際に被験者と同様に記憶を植え付けられ、以上のサイクルを繰り返すようになります。実験記録594-9。日付2000年月日。対象 D、594-9（男性27歳）。実施方法 D、594-9の SCP-594JP 内部からの退出後の経過を観察する。結果 D、594-9は退出後のインタビューにて、SCP-594JP 内部にて子供を監禁している男に襲われたと証言。3日後に再びインタビューを行ったところ、家族の写真を SCP-594JP 内部で男から逃げている最中に紛失したと証言した。D、594-9 は D、594-10を連れて SCP-594JP 内に侵入、消失した。分析 D、594-9が紛失したと証言した家族の写真は D、594-9の居室にて発見されている。これより紛失する、大切なもの、は実際に所持している必要はないことが判明した。実験記録594-10。日付2000年月日。対象 D、594-10（女性22歳）。実施方法 D、594-10の SCP-594JP 内部からの退出後の経過を観察する。結果 D、594-10は退出後のインタビューにて、SCP-594JP 内部にて傷だらけの子供を見つけて大声で驚き、その結果刃物を持った男に見つかってしまい逃げたと証言。3日後に再びインタビューを行ったところ、男を足止めしてもらうために幼馴染を SCP-594JP 内部に残してきたと証言した。D、594-10 は D、594-11を連れて SCP-594JP 内に侵入、消失した。
分析この結果より、大切なもの、は人間を含むことも判明した。なお、D-594-10 の幼馴染とされる人物は D-594-10 の手によってすでに殺害されている。実験記録594-11。日付2000年月日。対象 D-594-11 括弧男性32歳括弧閉じ。実施方法 D-594-11 の SCP-594-JP 内部からの退出後の経過を観察する。結果 D-594-11 は退出後のインタビューにて、SCP-594-JP 内において刃物を持った男に出くわしたので逃げ帰ってきたと証言。3日後に再びインタビューを行ったところ、不可解な言動を繰り返していた。D-594-11 はその後自己終了した。分析インタビュー記録594-11を参照。インタビュー記録594-11。対象 D-594-11 括弧男性32歳括弧閉じ。インタビュアー朝霧博士。こんにちは、D-594-11。これよりインタビューを開始します。その声は博士か？インタビューはいいからさっさと助けてくれよ。すいません、助けるとはどういう意味でしょうか？この状況を見てるんだろ？閉じ込められてんな、レイの部屋に。レイの部屋とは SCP-594-JP のことでしょうか？そうだ、早く助けに来てくれよ、ドアが開かないんだ。助けに行くも何も、あなたは今 SCP-594-JP の内部にはいません。面会室で対面のインタビューを行っているのですが。もう何言ってんじゃねえよ。どう見てもレイの部屋だろうが。というかどこにいるんだよあんたら。対面？あなたが SCP-594-JP 内部にいることは信じましょう。経緯と状況を教えてください。わかった。目が覚めた時にはもう部屋にいた。夢かと思って頬をつねったんだが、痛みがあったから夢だねえってのがわかって。ね、急いで逃げようとしたんだけどよ。全然外に出れない。ドアも窓も開かないし、来られない。そんで途方に暮れてたところにあんたの声が聞こえてきたんだ。なあ、早く来てくれよ。キシンネルみてえな音が大きくなってる。あの男が来るかもしれねえ。わかりました。他に何か気になることはありますか？他に？ああそういえばガキが一人いるな。誰か助けてってうるさいんな。もういいだろ。助けをよこしてくれ。早く。少しいいですか？その頃のにインタビューを行ってください。なんだって？まあできなくはないけどよ。おらったら早く助けに。沈黙。D-594-11、どうしました？違う。はい。ガキだけじゃなかった。たくさんいる。全部繋がれてんだ。全部。D-594-11、詳細を。なあ、助けに来てくれよ。繋がれたくねえ。あいつがやったんだ。了解しました。これにてインタビューを終了します。終了報告書 D-594-11 に少々の混乱が見られます。A クラス記憶処理を施した後、経過を観察してください。サギリ博士。SCP-594-JP は、インターネット上に、心霊スポット、として紹介されており、調査のために侵入したエージェントが異常性に暴露したために存在が明らかとなりました。現在カバーストーリーの適用がなされています。また詳しい調査の結果、1900年月日に異常性が発現する以前の SCP-594-JP にて、幼児監禁事件が発生していたことが警察関係者の証言により判明しました。監禁されていた当時、都市の市は警察により保護されていますが、意識不明の重体となっており、現在も病院にて入院中です。1以下のインタビュー記録は、SCP-594-JP における幼児監禁事件の犯人である D-594-191 に対し行ったものです。インタビュー記録594-19。
対象 D、594、19括弧男性42歳括弧閉じ。インタビュアーサギリ博士。こんにちは、D、594、19。これよりインタビューを開始します。はい、博士。こんにちは。今回はあなたが、年前に起こした容疑監禁事件について教えていただきます。ああ、あれか。あれはもう終わったことでしょう。質問に答えてください。あなたが、死を誘拐及び監禁を行った理由は何ですか？わかりました。そうですね。楽しそうだったからです。はい。だから、楽しそうだったからです。私も目の前を子供たちが楽しそうに通り過ぎていくのを見て、この笑顔を奪ったら一体どうなるだろうかと気になって、それで実行に移したんです。結果たくさんの人の人生が狂ったみたいですね。そうですか。監禁中に、君は一体何を行いましたか？ありきたりですが、柱に繋いでおいて、殴ったり、蹴ったり、棒で叩いたり、タバコの火を押し付けたり、さすがに殺人犯にはなりたくなかったので、加減はしてました。最終的に意識がなくなった時はびっくりしましたけどね。死に気になるような挙動はありましたか？そんなにいちいち気にしてませんよ。暴力を振るった時には大抵助けてと泣き叫んでいましたが、それくらいです。もう一人の子の方が我慢していて強かったと思います。すいません、もう一人のことは？あれ、知っているものだと思っていましたが、あの部屋で監禁していた容疑は二人だったんですよ。まあ一人はいつの間にかいなくなっていたんですが、てっきり逃げ出して保護されていると思っていたのですが違うのですか？いえ、初めて聞いた情報ですね。そのもう一人についても教えいただけますか？さあ、よく覚えていません。私に対して、覚えてろとかやり返してやるとか言ってたような気もしますが、何分、年前ですからね。そうですか。ありがとうございました。これでインタビューは終了です。ホイニ SCP-594-JP に暴露した D クラス職員数名に対して D-594-19 の顔写真を見せ、記憶にすり込まれた男と同一の顔か質問を行ったところ、全員が SCP-594-JP 内にいた男ではない、と回答しています。